コアリズムとはダンスをベースにしたエクササイズプログラム及びそのエクササイズを収録した DVD 商品名である。家庭用エクササイズ DVD の日本でのブームの先駆けとなったビリーズブートキャンプに続き2008年初春頃から人気を集める。両名ともに社交ダンス界において輝かしい経歴を持つ。ショップジャパンでは ビリーズブートキャンプのやや後発として、コアリズムの販売を開始していたが、広くその名前が知られ始めたのは女性を笑い、コンビクワバタオハラのクワバタリエを起用したメディア戦略からである。また、同時期に販売された同様のダンスダイエットにズンバ、ヒップホップアブスなどもある。数年前から日本人女性の間では、習い事ブームが起こっており、その流れで、 ベリーダンスやフラメンコ、フラダンスがダイエットに効く等と雑誌、メディアで紹介されてきた。単純、単調な運動であるウォーキング等が流行する。一方で、余分な筋肉をつけずに女性らしいスリムな体になるという特性を持ち、娯楽と運動を兼ねた習い事であるダンスもまた、注目を集めた。これは、 現代の20から40代の女性の一挙両得を好む傾向を端的に表していると言える。このような流れの中で現れたコアリズムはビリーズブートキャンプのあまりのハードさに挫折者が続出し始めた時期と知名度の上昇が重なった上、ダンスエクササイズという歌い文句そして女性をターゲットにしていることを前面に押し出すことで話題をさらった。 多くの日本人女性の身体的な悩みの最たるものが腹部、下腹部の悩みである中、ウエストのくびれに特化し、短期間での効果を約束することで興味を集めることに成功している。キックスタートイコール、キックスタート34分。マーチ及び3つの基本動作を基礎から教えてくれるプログラム。約10分、X3 プログラムの構成。 基本プログラムイコールフルワークアウト39分、スターターキットのメインプログラム。上級プログラムイコール、クイックワークアウト21分ラテンダンス簡単、ステップガイド、イコールラテンダンスメイドイットイージー、二人で踊る、社交ダンスタイプの、ダンスインストラクションサルサパーティーイコールサルサブラスト45分、ウォームアップ、チャチャ、サルサ、クールダウン、ルンバ。サンバフュージョン。 イコールサンバフュージョン45分、ウォームアップ、チャチャ、サンバ、クールダウン、ボレロ。スイイコール、スイングセンセーション47分、キックスタートで学んだスイングのステップがようやく身を結ぶ1枚です。ウォームアップメレンゲ、スイング、クールダウン、パソドブレ。ラテンシナジー、イコールラテンシナジー50分、1つだけ、全く構成が異なり、 クラブミックスの他5枚からダイジェストで各ダンスを抜き出したようなものですべてのダンスが少しずつ含まれます。メレンゲマニアイコールメレンゲマニア44分フィギュア8やシェイクもほとんどなく比較的ありやすい。軽イコールジャンピンジャイブ42分ヤーナリズムヤーナクニッツのエクストリームカーディオダンスという米国内販売 DVD の日本版販売名。 ヒップホップ、ディスコ、ラテンカーディオの基本 DVD3 枚は日本版、ヤーナリズムと共通。米国版ではセクシー、スカルプトというボーナスディスクが付属するのに対し日本版、ヤーナリズムではこれがベリーダンスに変更されている。日本版、ヤーナリズムには吹き替え音声が収録されている。コアリズムと同じくクワバタリエが宣伝キャラクターに使われている。 ありがとうございます。